はい、ちょっとね、僕が作業中になんか部屋がそのなんか実況部屋をなんか作ってたみたいで、すごい。で、これ問題が一つあって、僕さっきまであの布団を探してたんですけど、布団自体消えたんですよね、もう敷布団とか枕とか全部一式確かに前は掛け布団がなかったんですけど、布団がなくなってどこ探してもないんですよ。しかもほんまにない。え、どこってあるねんマジで。これ俺だからさっきずっと違う部屋で俺作業しとったやん。いやでも僕も名人だってそっちは、俺はこっちでやっとったやん、正直左側の部屋で一人やっとったやん、俺黙々と。そうですね。で、名人おって、イカルここにおって、なんかやるみたいな。出て行ってないですよ、誰も。出て行ってないですよ、誰も。いや、ヒカルさんこれやってましたから、ここ作ってましたから、部屋。え、じゃあ、ここ中から出てへんの、このどっかにあるってこと、ベッドは。じゃないっす、これ。いや、じゃないっすよ。ないやろ。出てないっすもん。さすがに出たら分かりますからね。え？どこほんま、これ。全然なくない、こんなこともないよな。さすがにまあまあないわな。言って考えたら窓、いやそれはだってもう捨ててるじゃないですか、こんなとこ。パッカパッカ、いや高すぎでしょこれ。まあまあそれこんなとこあるわけやな、こんなとこ。これだって分からへんし、だってそんなとこあったら。いやほんまってもう多分あると思うけど絶対。えちょっと待って、ええ、うわわやばいってこれ、ほら捨ててやれ。あれ何しとんねんほんま。捨ててやれ。 なんかめっちゃ離れてる。捨ててやれ、しかもほんまや、離れすぎやろあれ。どんなになり方したの。しかも綺麗にもう置いてあるやん。しかも布団じゃなくてあれやん、電気のやつの投げ捨て窓やん、これ上の。意味わからないけど直で直でやれ、外す。すごいことなった。もうとりあえず引き上げたいと思います。